走行計画、初期の計画図、下段は初期におけるマンシュタイン計画で陸軍総司令部に提出されたもの。南へ小さな攻撃が主力の攻撃と同時に行われることに注目。さらに第2段階として走行部隊の限られた部隊がイギリス海峡への進撃に参加することになっていた。マンシュタイン計画は 第二次世界大戦中の1940年に行われたナチスドイツのフランス侵攻の主要計画のことである。エイリッヒ・フォン・マンシュタイン中将によって考案されたこの計画は後計画の名称で知られる1939年フランツ・ハルダー公案の計画を大幅に修正したものであった。マンシュタイン計画をある面から見るとそれは フランスのデール計画に対する答えという見方がある。当初、高計画作戦命令第一次計画によれば、ドイツ国防軍は、第一次世界大戦時のシュリーフェンプラン第一段階と、同じく、連合軍を、ベルギー中部から、フランス北部のソンム川へ押し戻す予定であった。しかし、1940年1月10日、メヘレン事件が発生。 高計画作戦関連文書を含む書類を運んでいたドイツ軍航空機がベルギーに墜落したため作戦は最高を余儀なくされた。ハルダーが高計画を作戦命令第3次計画として根本的には変更をせずに改定を行っている間の2月17日ヒトラーと個人的に面会したマンシュタインはドイツ国防軍が アルデンヌの森を通って海岸まで進撃する作戦を提案、ヒトラーを納得させた。英軍集団参謀長であったマンシュタインは1939年10月、コブレンツにて、ハルダーの計画を却下していた、ジョー・シゲルト・フォンルント・シテットに、自身の計画を提出した。作戦専門家としての嫉妬と、 ハルダーの計画がフランスにおいて決定的勝利を得れないと判断したからであった。マンシュタインによる計画の初期案ではむしろ伝統的であり、古典的決戦、もしくは殲滅戦により、連合軍を無力化するために、セダンから北への遊撃戦を想定していた。マンシュタインが、自らの意図するところを、ドイツ装甲部隊の指揮官であるハインツグデリアン、中将と議論したとき、 グデーリアンは連合軍の主力を迂回し、その代わりにイギリス海峡へ装甲手段と共に迅速に進撃することにより、油断している敵を包囲、補給線を分断することによって崩壊を引き起こすという一層フラー風の作戦を提案した。グデーリアンが真の電撃戦という要素を計画にもたらそうとしたのに、対しマンシュタインは当初異論を唱えた。 とりわけ、グデーリアンの案にある迅速な進撃により、その長く細い側面を攻撃されるという点を、マンシュタインは懸念した。グデーリアンは、ランス方面の南へ、同時に二次的な牽制攻撃をかけることにより、南部からのフランス軍による、反撃の危険性を避けることが可能だと、マンシュタインを納得させた。完全な指示を行ったわけではないが、戦前のグデーリアンは、 ジョン・フレデリック・チャールズ・フラーの理論に大きな関心を抱いていた。マンシュタインが初めて陸軍総司令部にこの考えを提示したとき、彼はグデーリアンの名前を挙げず、数の限られた装甲師団がこの作戦の左側面を防御し、古典的な騎兵による戦略偵察の役割を行っている間に、北で古典的遊撃戦を行うというものであった。これらの変更は、 マンシュタインの考えの変化を反映していなかったが、マンシュタインは必要と考えた。というのも、本来のコンセプトは、陸軍総司令部で受け入れられるにはあまりにも過激であり、多くの保守的なドイツ軍将官たちは、グデイリアンもまたあまりにも過激であると考えていたからである。結局、マンシュタインの計画は、ハルダー・ブラウヒッチュにより、冷たく拒絶された。 彼らはこれらの過激な案が、作戦の助けにならないと明確に述べ、1月、ハルダーはマンシュタインを左遷、第38軍団の指揮官へと移動させた。マンシュタインと、ハルダーは、以前からライバルであり、マンシュタインが、ブロンベルク秘免事件のために、ヒトラーの機嫌を損ねた1938年、マンシュタインは、参謀長、ルートビ・ヒベックの公認となる予定から外されていた。 1938年9月1日、マンシュタインでなく、ハルダーが、ベックの公認参謀長を務めることとなった。しかし、マンシュタインの参謀、ギュンター・ブルーメントリットとヘニング・フォントレスコーは、ハルダーの仕打ちに憤慨していた。1月、彼らは、コブレンスを訪問していた、トレスコーの旧友で、ヒトラーの副官のルドルフ・シュムントに連絡を取った。 シュムントは2月2日にこのことをヒトラーに知らせた。すでにハルダーの計画には、不満を持っていたヒトラーは、大まかな概略を聞いたに過ぎないにもかかわらず、2月13日、マンシュタインの計画に従って、戦略を変更するよう命令した。2月17日、アルフレート・ヨードル、エルビン・ロンメルラが参加した、ヒトラーの食卓談義においてマンシュタインは自ら、計画について、 ヒトラーに説明するため、総統官邸に招待された。ヒトラーは、マンシュタインの存在で冷淡な態度に対して即座に、反感を持ったが、マンシュタインの作戦案を一言も発さずに聞き入り、非常な感銘を受けた。マンシュタインが去った後、ヒトラーは語った。確かに彼はズバ抜けて賢明で、素晴らしい作戦立案の才能の持ち主だ。 しかし私は彼を信用しないその頃、ハルダーは、後計画作戦命令第四次計画を、考案しなければならなかったが、食卓談議以降、マンシュタインは、作戦立案に関わらず、軍団の元へ戻っていた。新しい計画は、南部ベルギーのアルデンヌを経由して、英軍集団が進行の中央構成を担うという、点で、マンシュタインの提案に従ったものだった。すなわち、 ナミュールとセダンの間でマース川を渡り、B 軍集団が連合軍を罠に引き込むために、北で偽装攻撃を実行する間、A 軍集団が北西のアミアン方向へ遊撃戦を行うことのである。しかしながら、ハルダーにより基本計画の様々な部分で根本的な変更が行われていた。それは南方における二次的な牽制攻撃をもはや構想しておらず、 電撃戦的要素はすでに存在しなかった。不評による強行とかにより強闘法形成、多数の不評手段により強闘法を補強する段階を重ねることになっていた。装甲手段は不評手段と終始、守備一貫した作戦行動を取るべきであり、ドイツ装甲部隊による単独の浸透戦略は存在しなかった。実際には、 グデイリアンやロンメルなどの総攻部隊指揮官は命令に従わず、不評部隊を待つことなく、総攻部隊のみでイギリス海峡へ進撃、さらにカレー、ダンケルクへ進もうとしたが、ヒトラーの命令により5月17、22、24日にそれぞれ停止させられた。連合軍にとってのマンシュタイン計画の影響は破滅的なものであり、 ドイツ A 軍集団及び B 軍集団により包囲されたため、ダンケルクからの即時撤退につながった。連合軍のフランス北部での損失と、軌道予備戦力の不足によりフランス残存部隊の敗北と、ドイツ軍の干渉につながった。戦後、証言するハルダーこの干渉は、ドイツ軍にとって予想できなかったことであり、強い驚きをもって受け入れられた。 大部分の高級将校が、この計画があまりにも危険であると猛烈に反対しており、ドイツの戦略地政学的位置が絶望的であったため、計画を支持している人々も自暴自棄から支持していた。戦争中、イタリア外相ガレア・ゾチャーの白尺は、以下のように述べた、勝利には100人の父親がいる。しかし、敗北は、孤児でしかない組織的計画作戦には、 父親がいなくなることはなかった。その父親の中で結出した存在がヒトラーとハルダーである。ヒトラーは、ハルダーの作戦原案を好まなかったため、ヒトラーは、多くの提案を行った。そしてその提案のいくつかには1939年10月25日に、マンシュタインによって提案されたものと近似的なものがあった。勝利の後、すぐに勝利が、 ヒトラーの軍事的才能の結果であるというプロパガンダが行われた。ヒトラーはマンシュタインを称賛、西部戦線における新たな攻撃作戦について語り合ったすべての将軍のうち、私を理解したのはマンシュタインたった一人であった。戦後、ハルダーは後計画作戦の主要発案者であると主張、ハルダーは2月13日以前に主力をセダンへ、 向かわせる変更を考えていたという事実でこの主張を補強、本来は1939年9月であるが、その時点でのマンシュタインの作戦案はあまりにも伝統的であった。マンシュタイン計画の結果はしばしば20世紀中頃の軍事的革新の原因として見られている。戦いの後、フラーとベージル・リデルハートラによって解釈された仮説では、 マンシュタイン計画はフラーあるいはリベルハートらの考えを含んだグデーリアンまたはゼイクトによって1920年代から30年代にかけてドイツ軍事ドクトリンにおける慎重な変更の自然的結果としている。従い、この明治的な電撃戦ドクトリンはマンシュタイン計画が実施される1939年までに 完全に確立され、ポーランド進行戦がこの初期の適用例であった。ドクトリンは、ドイツ陸軍、ドイツ空軍の組織、機材で具現化され、ミハイル・トゥ・ハチェフスキー、シャルル・ド・ゴール・ラ・メハシの効く人々や、フラー、リデル・ハートラの貢献を除いた、イギリス、ソビエト連邦のドクトリンは、時代遅れと化し、大幅な違いを見せるようになった。ハルダーもしくはマンシュタインによる、 初期計画とハルダーによる最終計画では一致していない部分があるが、これは特殊事情によって説明されるため例外とみなされている。ロバート・アラン・ドーティーとカール・ハインツ・フリーザーによって後に提案された仮説によれば、マンシュタイン計画は19世紀における気略戦の伝統的原則への復帰であるが、グデリアンによって提案され実施された。 電撃戦的要素によって確立したドイツ軍ドクトリンからの予想外の離脱により、急進的かつ最新の技術の可能性に急速に適応していった。この仮説によれば、ドイツにおけるフラー及びリデルハートの影響力は限定的になものであって2名の著作化により誇張されているとし、明治的な真の電撃戦ドクトリンは、 戦前のドイツ軍公式協議のどこにも見つからないとしている。また、ドイツの戦車生産の優先順位が高くなく、ドイツにおける戦時経済計画が短期戦を目指したものではなく、長期戦を戦うという前提に基づいて、当初は形成されていたという点もまたこの仮説を支持するものである。ドーティーとフリーザーは、各国における微妙な相違点はありつつも、 1940年に先立ってすべての大国で使用され30年代に共有される起略戦主義の技術的進歩の段階的実施が考慮している。ポーランド侵攻ではまだ電撃戦といえず古典的な戦滅戦に過ぎない。正式な高計画作戦における電撃戦要素の不足はこれらの状況では通常に予測される結果とみなされている。 グデーリアンによるマンシュタイン計画の急進的実行の突然の成功の後、電撃戦は明確な競技として採用され、この見地からバルバロス佐作戦において電撃戦が初めて計画的に実行された。グデーリアン自身、両方の仮説において重要な役を演じており、戦後に書かれた電撃戦は第二の仮説に基本的に沿っており、彼一人で、 ドイツ商工団の大多数の反対に孤独にも戦っているとされている。マンシュタイン計画を大釜作戦と呼ぶことがあるが、これは作戦前案の公式名、もしくは英軍集団の攻撃作戦名であったと誤解されている。公式名前あくまでも後計画作戦命令であり、アルデンヌを通過する作戦は特別な名称が指定されなかった。シチュレスクニットは、 カマの一撃の意味のドイツ語で、戦後、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルによって、人の気を引く表現として用いられたものであったが、戦後、ドイツ軍の高級将校による著作でも、採用されていた。ありがとうございます。